シェフズレシピのコーナーです。週替わりで4人のシェフがお役立ちレシピを紹介します。今週はこの方、ソーセージ博士の食べる好きマイケルさん。お手軽料理が得意なんですよ。マイケルさん、今日は何作りますか？今日はマイケルポミドロバです。ポミドロバ、これはポーランドのお料理ですか？そうですね、あのトマトスープでございます。ポミドロバってなんかトマトって関係あるんですか？そうですね、ポミドルというのはトマトでございまして、ポミドロバね。はい、では美味しそうですので、まずは材料見ていきましょう。2リットル分でご紹介しています。ブイヨン、水2リットル、玉ねぎ1個、人参1個、セリ1束、キャベツ2枚、鶏ガラ1羽、ローリエ4枚、コンソメ適量、酢大さじ1、そしてカットトマト缶が1個、塩コショウ適量、醤油適量、そしてホイップ 200cc です。多いですね、今回の材料は。いやでもね、もうお手軽料理なんですよね。一応作業としてはそんなに面倒くさくないんでね。はい、それであの皆さん、ブイヨンですね、今、はい、まずはブイヨン。そう、 寒くなるんで、ね、ブイヨンベースの料理でした。でブイヨンのためにこういうふうにこう、ね、野菜を、皆さん多分好みあるんですけど、うちはこんな感じで作ります。今回はこちらのお野菜などで作っていきます ね、 で、 すね。でブイヨンはまずあの本当にこれ、この野菜を切って、切らなくても切ってもあれですよね、はい、鍋に入れてこう煮込むんですよね。はい、今回切ってない。今回は切ってないですね、そのままで、見た目のため出すな。こんな感じでですね、こちらの見た目になっております。これ大体皆さん20分ぐらいだともうこんな感じになりますので、はい、この時間のある方はじっくり。そう、本来であれば、ね、野菜溶けるまで2時間とか3時間とかでもね、もっともっと美味しくなりますけど、もう煮込めば煮込むほど美味しくなる。美味しくなりますね。今日は時間なくてね。ちょっとね、なんかそうするとそんなに美味しくないみたいになりますけど。いやいやいや、でもちゃんと20分でも美味しい。そう、20分でも美味しいです。はい、でそれのそう、はいはい、ちょっとそうですね、これを味がうまくなるために、うんうん、お酢ですね、うん、その20分やれば大体こうお酢をこう少し入れて、それでそこからまた5分ぐらいで。こちらポイントですね。そう、となるとこれは本当にうまくなります。うまくなるだけじゃなくて、お酢を入れることで味がレッチにって書いてますね。あ、そうですね、うん、最低プラス100円ぐらいで。お酢、お酢はこちらあれですよね、大さじ1だけで。そうですね、でこのブイヨンから今度で、あの野菜を取って、ね、この後野菜を取り出して、で取り出して、で人参だけ残して、はい、それで結果がアブラカダブラ、来ました、リモン、こちらでございますね。はい、こんな感じになります。なんで人参は入れるの？やっぱり人参はすごくこのスープに合いますので、そのまま残します。いや、でそれでポミドロバ、はい、ポミドル、トマトを入れます。こんな感じで、あのカットトマトなんですけれども、缶詰をだけどこのままじゃなくて、こうミックス、あのブレンダーでこうビューッとこうやって、うんうん、こうペースト状にして、ミキサーで細かくするんですね。そうですよね。でこれを入れましょう。はい、バリバリ入れましょうね。トマト缶1個分を入れますよ。トマトを入れると、そうですね、色が変わりましたね。そんな感じですね。でこう、まあ、すでに美味しそうですが、でももうちょっと味付けですね。はい、最後にはあのお醤油ですね。お醤油、基本的にあのマギというものが海外にありますけれども、はいはい、日本にあまりこう手に入らないので、代わりに醤油を入れます。醤油が適量です。そうですね、それから塩と秋田県人多めにね、はい、で胡椒、それでなんです、適量っていう。適量、ね、お好みです。でもちょっとやっぱり味ねとかってなると大変なことになりますね。塩胡椒も適量です。そうですね、これで、まあ、ただのスープになりました。トマトスープですね。でもこれからポイントですね、うん、このスープを少しこうクリーミーにこうするために、このスープにこうちょっとマジックをかけますね。スープを少しこう取り出して、出して、うん、でこの出したスープに、うんうん、あのホイップを入れますね。でこれあの、そうで、これ何のためにやってるかということは、ホイップって分離しやすいんですよね。だからこのまま直接鍋に入れると分離しやすいので、そうそうそう、分離しやすいから、こういうふうにこうねやるんですよ。そうすればこのホイップが分離せずに、こういうふうにこうスープと一緒に混ざりますので、はい、
それで本鍋に移します。こちらを入れていくんですね。そうですね。こうすることで分離の心配はありません。うまくいくといいですね。ドキ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 ですね。うまくいったんじゃないでしょうか。でそこから、ね、だいたい5分ぐらい茹でればまた、あの少しこう、ね、クリーミーになってきますので、それで完成でございます。やっぱりこうね、寒くなってくるとクリーミーなもの食べたくなりますしね、あったかくて、こちらで完成となります。ポミドロバ。では詳しい作り方とそして材料は ABS のホームページでご確認ください。後ほど秋田放送の公式 YouTube チャンネルにもこのコーナーの動画を掲載しますよ。どうぞご覧くださいね。こちらのポミドロバはどうやって食べるんですか。パン。そうですね、パンでも、あの通常だとマカロニですけれども、でもポーランド人がですね、実は米で米食べますので、ぜひ皆さんに米に合わせてこう食べていただきたいなと思ってます。はい、最初ご紹介した時もね、お米にかけてましたね。あの新米にもそうですね、まあ、新米はちょっとネバネバすぎるかもしれないですので、あの残った米でまだ小米があるという方はラッキーですね。ぜひポミドロバーたっぷりかけてお召し上がりください。今週は食べる好きマイケルさんとウーマイケルポミドロバーご紹介しました。来週は渡辺恵美さんとセリ蒸し風あんかけ味噌ラーメン作ります。以上シェフズレシピのコーナーでした。